大宮交通公園は、京都府京都市北区に所在する交通公園である。東公園内の一部敷地に、北消防署が設けられ、両施設に一体性や回遊性を持たせている。模擬道路を走る、面白自転車豊かな自然環境を活かしつつ、京都市内唯一の交通公園として、市民が自転車を通じて学び、楽しみ、交流する場を目指して整備された公園である。 交通ルールを学ぶ模擬道路を園内に備え、自転車店及びコミュニティールームが設けられている。土曜日、日曜日には園内限定で走行できる風変わりな自転車に体験乗車できるほか、自転車教室やキッチンカーによる軽食販売並びに地元産品のマルシェなどのイベントが開催される。広場には季節を彩る花木が植栽され、芝生やベンチ、公園遊具、 散策を楽しめる海遊路が整備されている。加えて災害時における避難者への応急救護を目的としたマンホールトイレ、かまどベンチが再整備に際して新設された。東公園は中央人員6000人の広域避難場所に指定されている。北消防署山岳救助運営施設かつて強用していたゴーカートの利用台数は 年間10万台を記録した1980年代より減少し続け、2010年代には6万台に落ち込んだ。少子化の影響もあり、子供の利用を対象とした豪華アートに限らず、高齢者を主とした幅広い年代層が来園できる環境づくりを求められるようになった。他方、北消防署は1958年に、 北区市地区下緑町に改称して、以来60年以上が経過し、庁舎の老朽化が顕著であった。そこで、京都市消防局は、2016年8月12日に、催された京都市会交通水道消防委員会にて、同省を東公園敷地内に移転する方針を示した。その後、東公園や周辺住民に説明し、移転に対する理解を得たとして、設計や、 環境影響評価を進めた上で、2019年10月に着工、2021年4月竣工を目指した。これに対し、移転計画に疑問を抱く、地元住民らは、大宮交通公園をよくする会を結成し、同所移転計画に係る説明会の開催と、住民合意に向けた手続きを求める申し入れ書を、11月1日に、同会より、京都市に提出した。 市は2017年1月25日に第6回京都市都市緑化審議会にて東公園のあり方についての検討を諮問し、東公園に対する交通公園としての位置づけは、同所移転後も維持する方針を示している。また、3月9日に開催された有識者を交えて構成する第1回大宮交通公園のあり方検討部会にて、船岡東通りに面した。 東公園の北東端3000平方メートルの敷地に配置することを明らかにした。同所移転に伴う事業費は20億9000万円。敷地面積2888.12平方メートルに鉄骨鉄筋コンクリート造り3階建ての本館、高さ8メートル、傾斜45度の起伏のある山肌を再現した山岳球場入施設を備えて、 2021年3月29日より運用を開始させた。東公園来園者が所内配置車両や訓練の様子を見学できる列キに加え、消防署における資料展示や防火、防災の啓発活動に活用するためのオープンスペース、防火水槽、大規模災害の発生に備えた物資備蓄倉庫がそれぞれ敷地内に設けられた。 施設の老朽化及び前日の北消防小移転を踏まえて、東公園の再整備を検討していた京都市は、運営や管理を民間に委託するパーク、PFI 制度を採用して、2019年4月に大和ハウスのグループ企業である大和リース、京都支店グループを事業予定者として選定した。市民から存続を求める声が上がり、 検討対象に上がっていた連動ゴーカートの導入は見送る一方で、救援前の交通公園機能や園内の自然環境を活かした上で自転車の乗り方を楽しみながら学べるサイクルセンターを開設するとの再整備計画を12月に確定させた。公園再整備にかかる事業費は4億6000万円に上り、市は同グループから年間約160万円の使用料を受け取る。 新たに階段が設けられた5度あたり公園は昭和30年代から40年代にかけて周辺地域の区画整理を担った大宮区画整理組合における土地区画整理事業上の公園用地として確保されたものである。1962年8月21日に都市計画大宮公園の設置が決定され京都市が施設設備にかかる 工事費用900万円を拠出して施行。1969年5月5日の子供の日に合わせて開園した。敷地面積は2万1338平方メートル。園内には整理組合による完成記念の石碑が残っている。登校園の一部がかつて牧場であり、後に大学の馬場だったことがわかっている。敷地の一部に 北消防署を移転させるために2019年9月30日をもって休園。ゴーカートの共用は同日をもって終了した。2021年3月21日に自転車ルールが学べる広場として部分開園。10時に春工式が行われ、広場や回遊路が開放された。4月1日、有料駐車場及びコミュニティールームの共用を開始し、 リニューアルオープンした。東公園南側に土塁の一部が残る。五度井としての史跡指定はされていない。かつては周囲をフェンスで囲って立ち入りを禁じていたが、公園再整備事業にて階段を設置し、自由に登れるようにした。子供たちが楽しみながら、交通に関する知識や正しい交通ルールを身につけることを目的として、開園し、公園内に、 各種の遊具施設を備え、信号、交差点、標識や横断歩道などが設置された園路を豪華アートで走ることができた。また、蒸気機関車1両、貨車1両が再整備に伴う救援時まで保存されていた。かつては京都市電の車両が2両保存され、自動向け書籍が車両内に設置された本棚に備えられて自由に読むことができた。2015年に、 京都市電1 8 0 0千1 8 6 0が岡崎公園に移設され観光案内所として転用された。C160 蒸気機関車は2019年の休園をもって与佐野町に返還場とされ、茅帳鉄道資料館に移設。狂気 1K1 も2020年に大阪府片野市の霊園に移設された。その他、参加者の年齢に応じて人形劇、ビデオ、 講話などを用いて、交通ルールを指導する交通教室が開かれたほか、団体向けに交通教室、歩行指導、自転車走行シミュレーターを用いた自転車指導などの、交通安全指導も行っていた。月山と芝は深い縁時間9時16時30分休園日、火曜日及び、年末年始期間縁内遊具滑り台、ジャングルジム、砂場、鉄棒、シーソー、運転ほか三輪車、 足踏みゴーカート交通教室月曜日、水曜日、木曜日、金曜日の午前中に開催駐車場15台、ゴーカート乗り場運転時間9時12時、13時16時天候により、中止されることがある。使用料単席200円、単席回数券3回分500円、副席250円、副席回数券3回分600円運行日、木曜日、土曜日、日曜日、 祝日その他初めて乗車する場合は、係員にその旨を申し出なければならない。身狩りに停車することや、他のゴーカー,ートを追い越すことは禁止されている。開園以来2019年までにわたり、年に1回、春休みの時期に実施されていた。ゴーカートが無料開放され、パトカーや白バイの展示、子供向け映画の上映も行っていた。 参加の事前申し込みは不要だが、天候により中止されることがあった。ありがとうございます。